ラズベリーパイが成功したことから、ラズベリーパイと似たマイコンがいろいろ開発されるようになりました。その中の一つに、ラクサが開発しているロックシリーズがあります。ロックシリーズの新製品として、ロック 5C とロック 5C ライトが発売されました。ラズベリーパイ5の対抗製品になる可能性を秘めたものです。今回の動画では、ロック 5C を紹介します。 ラクサは中国のメーカーで2012年の創業です。当初からロックチップの CPU を使ったマイコンを製造し続けてきました。ラズベリーパイの対抗を目指してラズベリーパイシリーズと同じサイズ、同じレイアウトの製品が多いです。その一方で独自仕様の製品もいくつか出しています。ロック5シリーズには A、B、C、 ITX の4種類があります。A と B は、ラズベリーパイ5よりも前に発売されていた製品です。一方、今回紹介する Rock5C は、2024年3月に発表された製品で、ラズベリーパイ5を意識した作りになっています。Rock5C は、CPU として RK3588S2 を搭載しています。本動画投稿時点で、 ロックチップの最上位 CPU は RK3588 です。RK3588S2 は、その廉価版に当たります。廉価版とはいえ、コア数は、Cortex-A76 の4コアと Cortex-A55 の4コアの合計8コアで、RK3588 と同じです。周辺機器関係のスペックを落とすことで、コストダウンを図っています。ロック 5C の大きさは、 ラズベリーパイ5と同じです。しかし、ディスプレイの端子が通常サイズの HDMI であるなど、ラズベリーパイ5とはレイアウトが異なります。一方、PCI Express 用の f p c ケーブルのコネクタは、ラズベリーパイ5と同じ位置にあります。そのため、ラズベリーパイ5用の NVMe SSD 接続ボードを利用することができます。東方が購入した時点で、 8GB モデルが12,700円でした。ラズベリーパイ5の 8GB モデルよりも安いです。ロックシリーズは OKDO、OK、が販売権を持っています。OKDO、OK、は電子部品販売大手の RS グループの関連会社です。また、以前は OKDO、OK、はラズベリーパイシリーズの販売を行っていました。その OKDO、OK、がロックシリーズを販売していることが 他のロックチップ搭載製品とは大きく異なります。コロナ禍でラズベリーパイは一時はかなり品薄になりました。一方、ロックシリーズはその時期に出荷が伸びてヨーロッパでユーザーが増えたとのことです。今後は日本でも人気が出てくる可能性があります。ロック 5C は 本動画撮影時点では、日本ではまだ発売されていません。東方では、香港の A レースというサイトで購入しました。ロック 5C は、技的はまだ取得していませんので、技的未取得機器を用いた実験等の特例制度に届け出をしました。届いたものはこちらです。開封します。 別売りのクーラーです。クーラー付属のサーマルパッドを CPU に乗せます。クーラーを取り付けます。 OS をインストールして動作を確認します。Rock5C では d e b i a n をベースにしたラクサ OS をインストールすることができます。ダウンロードページのアドレスは動画の概要欄をご参照ください。本動画作成時点では B1 というバージョンが最新でした。まだベータ版レベルのようでした。拡張子が .xz のファイルをダウンロードします。 ダウンロードしたファイルを解凍すると OS のイメージファイルができます。このファイルをバレナエッチャーを使ってマイクロ SD カードに書き込みます。書き込みが終わったらそのマイクロ SD カードをロック 5C に差し込みます。電源は USB Type-C のポートから取るようになっています。ラズベリーパイ5用の 5V5A の AC アダプタを使いました。電源を投入しました。電源投入から起動までの時間をご確認いただけるように早送りせずにお送りします。電源投入から約11秒で画面の表示が始まりました。 電源を投入してから約26秒でログイン画面が表示されました初期設定ではユーザー名パスワードともに落差カロックでログインすることができますパスマークのパフォーマンステストを使ってベンチマークを行ってみました ラズベリーパイ5と比較した結果はこちらのようになりました。CPU マークの値はラズベリーパイ5を大きく上回っています。一方、メモリマークの値はラズベリーパイ5より低いです。細かな結果はこちらの通りです。CPU では整数演算の速度で大きな差が出ました。メモリでは読み込み速度が足を引っ張ったようでした。ちなみに、 ロック5の CPU とスコアが同じぐらいのものを調べてみると、第2世代 Core i5 プロセッサがありました。今回の動画では、とりあえず OS をインストールするところまで行ってみました。今後の動画で、NVMe の SSD からの起動方法や、日本語化の方法などを紹介していきたいと思います。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。 チャンネル登録していただけると幸いです。